でこれを総合しなさいよと言われてもどうやってなんだとねどっちに合わせるか当然こういう。 疑問というかどうしたらいいんだっていうところはまあ出てくるわけですねで一般的にあの一般的にとってはどこが一般的なのかよくわからないんですが、えー、私が側分した限りにおいてはですね、うん、あの論文でいうところの「関係の限り」ってやつですねはいあれの限りはあの歴史総合は世界史が7割ぐらいだとかって言われてるようなんですね。うん でえーとまあ、実際に教科書なんかで用語の数をカウントなさったりなんかしてです、ね、あのやってらっしゃる方なんかいたりですとかあるいは世界史講師がです、ね、7割占めてるんだから世界史講師がメインで担当すべきだとかです、ね、あるいは2人であの、まあ、世界史部分と日本史部分とそれぞれが担当すべきだとかです、ね、いろんな意見が出ているようなんですよ。はい なんですけどそれでいいのかなっていうところをあの別に悪いと言ってるわけではなくて、えー、改めてて考えてみよううううじゃないかっていうそういかうそお話です要を、まあ、さすがにカウントするほど私もあの時間がなかったので、えー、教科書比較の観点からです、ね、あのページ目次を乗っけさせていただいているので簡単に雑にです、ね、あのページ数かなんかでざっと数えてみてですね。あのやっ